今日の一問一答ですね。保険料サービス分野。介護老人保健施設という単元になります。介護老人保健施設について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。解説者は、社会福祉法人、医療法人、地方公共団体、その他の厚生労働大臣が定めたものに限られ、市町村長の許可を受けなければならない。解説者は、社会福祉法人、医療法人、地方公共団体、その他の厚生労働大臣が定めたものに限られ、 市町村長の許可を受けなければならないとありますが、これは誤りになります。老犬の解説者の許可を出すのは市町村長ではなくて都道府県知事になります。市町村長ではなくて都道府県知事ですね。まあ、これは同じ介護犬施設の一つである介護医療院というのも同様になっております。で、老犬の解説者なんですが、社会福祉法人、医療法人、地方公共団体、 そしてその他の厚生労働大臣が定めたものっていうのは、これその通りになるわけなんですね。で、その他の厚生労働大臣が定めたものっていうのは、一体どんな人たちがいますかっていうと、まあ、過去の出題実績に基づいて言えばですね、あの健康保険組合であるとか、 それから、共済組合ですね。こういったものであるとかああ、そういったものが挙げられますね。で、他にも、日本赤十字社であるとかですね、国保連であるとか、こういったところっていうのも、老犬を開設できるというふうになっております。まあ、ちなみに、国というのもできるようになっていますね。で、地方公共団体っていうのは何かっていうと、これは都道府県とか市町村なんかに当たりますので、まあ、国、都道府県、市町村、まあ、これらすべてですね、行政すべては、 老犬を解説できるというふうになっているというですねまあ、そういう捉え方というのも一つ持っておくといいかなというふうに思いますまあ、ただ実際のところで言えばですねまあ、解説できる人たちはまあたくさんいるわけなんですけど実際のところで言うとまあ、70%以上ですね7割強に関してはこれは医療法人になっております 老健の解説者の者、まあ、約4分の3ですね。7割強は医療法人ということになっておりますので、まあ、この点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思いますちなみに介護保険施設の一つである介護老人福祉施設ですね まあこっちは特用になりますけれども、これの解説者っていうのもですね、まあ、試験では時々出てくることっていうのがあるわけなんですけど、でこっちを解説できるのはどんな人ですかと言ったら、まあ、これは社会福祉法人であるとか、それから国であるとかですね、それからまあ同じく地方公共団体であるとか、それから地方独立行政法人ですね、こういったものが解説できるというふうになっております。 まあ、特養と老健ですね、まあ、この2つが、まあ、介護保険施設の、まあ、柱になりますので、えー、その解説者が誰であるかっていうところはですね、まあ、違いも含めて、まあ、理解されておくといいかなというふうに思います。ということで老犬に関する今日の問題ですが解説者は社会福祉法人医療法人地方公共団体その他の厚生労働大臣が定めたものに限られ市町村長の許可を受けなければならないというふうにありますがこれは誤りということになります。 今日の一問一答の解説は以上です。